こんにちは、夢高ナビゲーターの岡崎夢です。今回お邪魔するのはこちら、いつも大人気の天丼牧の家です。今日はその人気の秘密を調査してきます。やってきたのは夢タウン高松フードコートの天丼牧の家。いつでも出来たて熱々の天丼が食べられるお店です。では早速ですが、看板メニューの天丼お願いします。もうこれですよね、目の前でこう揚げたてていく感じ、この臨場感がたまりません。うわー、これこれうわー、本当の揚げたて、うわまだパチパチいってますよ。おいしそう。ちょっと店長おすすめのエビちゃんからいただきます。プリンプリンのポリンポリンで、もうごま油の香りがすごいしますね。うちでは出来たてと揚げたてと臨場感で、お客様をおもてなしの方させてもらってますので、ぜひお越しくださいませ。あとなんといってもこの甘辛いタレのしみしみ感、いいですね。ありがとうございます。エビ以外にもイカ、ナスとカボチャと大葉が欲しいほど入っております。あとお味噌汁と、あと漬物もございます。しかもリーズナブルだから本当にありがたいです。では続いては天とじ丼でございます。いやいや、もうエビちゃんの尻尾出ちゃってますから。はみ出るぐらいの大きさということで、オープン。うわー、いやもうこれ間違いないですね。だと思います。ちょっと自信を持って提供させてもらってます。特製のタレと卵を3つ、エビを2本使用してますので、ぜひお召し上がりください。卵3つですか、はい、ではいただきます。エビのプリプリと卵のまろやかパラダイスが起きてますね。ありがとう、パラダイス、ありがとうございます。多分パラダイス起きると思いますので、す何回も食べていただければと思います、ありがとうございます。いや、やっぱ卵3個使ってるだけあって、はい、この卵のふわふわ感とトロトロ感がエビをしっかり包んでますよね。ありがとうございます。西田店長、夢得情報お願いします。はい、夢高ナビを見たと言っていただいたお客様にはご飯大盛り無料で提供させていただきます。よろしくお願いします。すでにボリューミーなのにさらにご飯大盛りは最強ですね。皆さん待ってます。